ハローせーの、いいね。あ、決まりましたね。はい、ラブリー、今日の気づきすごくいいことがありました。あ、その前に俺、今日から始まりましたね、ラブリーモーニング。朝5時からやる予定です。YouTube で生放送。やっぱもうここは気合だと、だらだらしてる場合じゃないと。ゆっくり寝てるっていうことも、僕網膜剥離なので、ゆっくり寝てるっていうことも目が感知するっていうことで重要視してたんですけど、まあそろそろいいかなと。しっかりもう起きて、朝しっかり配信して気を高めていくと、そういう体制に今日からなってきました。いろいろ発信していきたいと思います。朝一緒に起きましょう。朝5時、これ自分で言って大丈夫かな。できます、できると思ったらできます。はい、ここですよね。ラブリー結構ねメンタル弱いは弱いんですよ。弱いって言うと弱くなっちゃうんだけど、本当に戦ってます。僕ね、綺麗事ばっかり言ってますけど、本当に日々毎日戦ってますから、綺麗事だけでは生きていけないという、本当に愚痴も言いたくなるよと。でもそんなこと言ってる場合じゃないです。本当にやろう、決めよう、やろうやろうやろうと思えばできる、絶対できる、絶対できる、ラブリー絶対できる。はい、そんな感じです。人、なんか自分って何なのかなみたいな、自分ってそれ得意なのかな、不得意なのかな、できるのかな、できないのかなって思うわけなんですよね。はいはい。ただ、奥さんに言われたことがあって、お湯沸かしてって、お湯沸かしてって奥さんに言われたわけ。誰でもできますよね。ただ夜間だったら夜間に水入れてコンロでかけるだけみたいな、ケトルだったらケトルに水入れてスイッチを押せばお湯ができるわけだけど、こういう言い方はどうでしょうか。あ、俺お湯沸かすの得意っすみたいな、俺それ得意だよ、お湯沸かすの得意。はい、俺そういう生き方でいいなって、俺もそういう生き方になっちゃったんだなって、そういう風に生きてくって決めたんだなって改めて思いましたね。いいじゃん、それで奥さんにお湯沸かして、あ、得意得意、俺に任せて、お湯沸かすの得意から、得意だから奥さんに洗い物やって、はい、洗い物得意です、俺にも任せて、それでいい、いいっすよね。そういう生き方、そういう生き方が俺めっちゃいいなと思って、うん、深く考えていくとまたいろいろ言いたいことあるんですけど、自分の大好きな人、そういう人に頼まれ事をされたら、はい、わかりました、はい、わかりました、プラス、はい、得意です、はい、私は何でもできます、これ、喜んで行動するってこと、それっすよ、最高っすよ、最高最高。よし、皆さんいいですか。お湯沸かしてくださいって言われたら、お湯沸かすの得意です、任して任して、これでいいです。そういうスタイルで生きていきましょう。終わります。せーの、いいね、いいね、いいね、終わります。